おもり具に変えて正解でした。いつも僕は青木さんのおこぼれを頂戴してるだけなんで平場いろんな魚釣れるんで、そうですね、これは楽しい。レンコは塩焼きにしたいと思います。ダイナミックに操れ、ひざくら。全国1億5000万人のイカメタルファンの皆さん、おはようございます。おはようございます。キザクラエギボブランドビルダーの青木大輔です。キザクラ高波です。今日はですね、福岡県糸島、はい、こちらカフリ漁港に来てます。本日乗る船はこちら、タツキマルさんに乗ってですね、今シーズン最盛期のイカメタル、そしてタイラバ、はい、こちらをお届けしようかと思っています。はい、ちょっと今回初めてこのイカメタルとまたイラバをされるという方が一緒に乗るということで、ぜひね、あのイカメタルの楽しさをね、そうですね、みんなには知っていただきたいと思いますんで、はい、やはりデイの楽しさ、ね、こちらの方を皆さんぜひ楽しんで、美味しいイカを、 そして美味しいタイの方を食べていただければと思いますんでね、はい、楽しんでいただければと思います。はい、初心者の方もいらっしゃるんで、少しずつね、釣り方の方もレクチャーしたいと思います。今日はちょっとね、うねりがあるんで、まあ、ちょっと難しい状況ではあるんですけども、皆さんにぜひイカの方ゲットしていただきたいと思います。じゃあ、まあ軽く釣り方レクチャーします。もうそれどころじゃないかもしれんけどまあ落としますね。まずは底を取ってください。皆さんのリールにはカウンターがついてると思うので、それ見ながら落としてもらって、底を取ったら、ここから大事、一回大きくしゃくって、底を取ったすぐっていうのは糸がこうたるんでます。たるんでると当たりがよく分かんないです。なので一回大きくしゃくって糸のたるみを取ってください。でそこから底を取った状態で一回しゃくって当たりを待つ。イカはそこにいるので、あまり巻きすぎない。こうやってしゃくって、上げてしまうと、やっぱりポイントというか、イカのいる層から離れてしまうんで、なるべくそこから離さないようにしゃくってください。待ってると、竿先に変化がツンとかギュッとか入ったり、もしくは逆にこの竿先が跳ね上がったり、跳ね上がるというか、こういう風な状態ですね。テンションが抜ける当たりが出ます。出たらそれを合わす。まあ一定のテンションに保った方が当たりは分かるんですけど、まあ難しければ、例えば自分の中で5秒に1回竿を上げる、もしくは3秒に1回竿を上げるとか決めてれば、そのうちイカ乗ってます。最初のうちはそれでもいいと思います。で、今日の釣りの中で、まあ一つ目当てにしてほしいのは、自分で一つ当たりを見つけてかける、これを楽しんでみてください。当たりを見つけてください。釣り方としてはこんな感じです。今回の仕掛けとしては、槍ボトマーが120の赤緑、そして、上のドロッパーは、105ミリのマオブラック使ってみます。しっかり当たりを見極めたいと思います。よいしょ。さあ、ボトムつきました。で、デイのイカメタルで大事なのはボトムを狙うこと、これに尽きると思います。で、なるべくボトムから離さずにしゃくって当たりを見つける、これですね。
ボトム中心ですので、あまりリールを巻かない。でやっぱりこういう時はね、手元のカウンターが大事ですね。その時の水深がどのくらいっていうのが分かってれば、糸が出ていってもボトム近辺を狙い続けることができます。イカメタルリーダー、こちらはまずはお掃除用の4号でダブルの仕掛けを立てます。で上から、T ボーやりドロッパーの105号 KM ラボディの紫白、そして2つ目が、シルエットカラーの赤ミルク、そしてボトマーが 120g の赤白でやっていきたいと思います。ではダイエットいきます。どうぞ、いってらっしゃい。ちょっとね、ブラックがちょっと強すぎるカラーだったかなってちょっと個人的に思いつつ、おっ来た、あ抜けたわ、来ました、今来たね。落とし直したら来ましたね。乗りますね。来ました、ヒット来ましたか、うん、じゃじゃーん、魔王ブラックでした。はい、1杯目ね、剣先以下魔王、はい、魔王ブラックの105、当たりもあったんでしっかりか、かけ損なったんですけどね、すぐ落とし込んだら乗ってくれました。まず安心の一杯で、船がねアクションしてくれるんですよ。黙って待つのもいらした、黙って待つのはありちゃんに、ほら来ましたよ、黙って待つパターン、ついてるか、さあどっちに来てるでしょうね。今3択ですからね。あ、そうか、三択、欲張り仕掛けなんで、欲張り仕掛けなんで、ね、大好きな欲張り仕掛けです。いい感じですよ、いいとこいますよ今。さあここでいいとこいますよ、おっとおっと、安定の、あ赤緑、赤緑、あのお得意の放置調法でね、はい、おっしゃ来た、なんで来ましたよ、なんでどっちだい、どっちなんだい、よいしょっと、上の魔王ブラック、ほい、ブラック強いですね。まだシルエットが強そうですね。ブラックで食ってきました。おお、ナイス、エグロー先生のイカメタル講座ということでね、デイのイカメタルの方をね、あの皆さんにちょっとレクチャーに行きたいと思います。上に上げてしまうと上のドロッパーはイカがこう追うところからやっぱり離れてしまう、なのでなるべくそこを丹念に探る形で、時々こう竿をしゃくって、でちょっとクラッチを切ってそこを取り直すみたいな、意外とそこから離れてる時もありますので、こちら本校初公開。いや本当バタバタ持ってきてもらったんですよ。はい、エビでございます、通称袋から出したプロト製品、プロトでもないですね、もう最終プロトですね、ほぼ製品です。工場から直で送ってもらいました、今日のために、普通にドロッパーとして使ってもらってもいいと思います。あとは自分なんかは重り具のエギとして使ってます。よいしょ、重り具、重りは25号を使ってます。で重り具の場合はちょっとねキャストして、斜めに引いてくる感じですね、カーブフォールで、イカを狙います。しゃくって当たりをこうやって待つ、おし、きたー、なるほど、おもりぐー、やっぱね、エビ効くよ、エビいいですね、仕上がってますね、はい、仕上がってます、おー、でかい、いいサイズ、はい、来ました、ナイスサイズ、さあ、通称エビちゃんで来ましたよ。おもりぐんするとやっぱりボトム近辺を狙います。でこの枝数の分ね、カーブフォールで、狙えますんで、結構ね、デイに強いんですよ。やっぱ重り具に変えて正解でした。さあ、来ました来ました。また群れが回ってきたんじゃないですか、青木さん。群れが回ってますね。今度は下。
下。ちょっと可愛いけど下できました。ラリボトムは 120g 赤シェドです。なかなか超過がね厳しいんで、少しちょっとレクチャーに行ってきます。そこを丹念に丹念に小突いて小突いて、ノック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 。さあこの流しでなんとかみんないっぱい釣っていただきたいと思います。私は変わらずちょっと重りぐれやってみます。ほい、よしよし、私は少し仕掛けをいじって下の枝をちょっと長くしてみました。これでやってみます。おお、いきなりいますよ。おつぱくいますよ。ちょっとねドラグが滑りますね。おお、いいサイズ。カラーは今回変えてみて青黄色です。名付けて青黄色。なんか釣れた感じですね。釣れました。ちょっと流してると仕掛けが結構ラインがこう斜めに入るようになってきたんで、抵抗の少ない90のスリムに2本とも変えてみました。で上がマオブラックで、下が赤イエローですね。これでやってみます。元マンは変えずに120ですね。そうですね、105から90に変更です。大転大転。おっしゃ、来た。うわうわ、ナイス。落とし直しできました。落とし直しですよね。落とし直し、元気。せーの、よいしょ。はい、こんな感じで足一本でしたね。危なかった。重り具の方がいいですかね。そうですね、今の感じはね、重り具で自分が釣れてるので、確かに重り具に変えるのもちょっといいかもしれないですね。このラインの角度がやっぱ気に入らないですもんね。うん。では私も重り具マン。重り具マン。上が一応まあ重り具の仕掛けに変更してやっていくんですけど、こっちが上か。上が、ボトマーの赤黄色の 100g で、下がヤリトロッパー EB の、これは何だろうな、グローボディのブラックでやってみようと思います。1年ぶりの重り具です。1年ぶりの重り具覚えてるかな。今シーズン初重り具です。何も覚えてません。どうやって釣ったらいいですか。狙い方としては一緒ですよ。もうボトム鍛錬なんで、なるほど、あんまりそこから離さないようにしゃくってあげて、はい、あともうエギのフォールアクション、エビがふわーっと落ちてくれるんで、はい、あいつにもう身を委ねて、なるほど、食わせるのみ。オートマチック調法ですね。はい、オートマチックです。進化30でやってみます。ちょっとね流れるんでね。でまあ今なんかはこう船からこう払い出すような、はい、流れ方なんですけど、まあ、この時は枝数がこう張るから、はい、当たりも多分分かりやすいんですよ。いい感じでピンと張ってる状態ですね、うん、渋いんですよ皆さん今日分かりますかこのうねり。もうね今日も渋いですこのエギボーの取材。違うね違うね、今のは当たります。うーん、臭いのあったね。来た来た、やっぱそうやろ。いや当たり臭いのあったんよ俺も。久々に横取り。横取りやね。そうそう、いつも僕は青木さんのおこぼれを頂戴してるって言ったんで。前回もそうです。そう、はい、はい、上げちゃって上げちゃって、ういよいしょ。今ヤリドロッパー EB のマオブラックですね、で来てくれました。おめでとうございます。ありがとうございます。よいしょ、来た。来ましたよ。来ました来ました。ほんとボトムべったりですね。おお、向こうのお客さんでかいですよ。大剣、
負けねえぞ負けねえぞ。さあちょっとちょっと負けてるだいぶ負けてる。いやでもまあまあまあね、こんな感じです。同じくエアリドロッパー EB のワンオブラック。次は平場です。平場の方でね、この回帰でかい隊いますんで狙っていきたいと思います。で今回は木桜から出てる平場奄美の方を使います。重さは120で、定番の私は、オレンジからやってみようかなと思います。奄美 120g、 お120のブラック、マンゴーブラックでやっていきます。こんな感じでセットできました。まずはスタンダードなセッティングですね。こちらのこのヘッドの形状が上と下でちょっと違っているんですけれども、抵抗貫通早く巻きたいときはこのスリムな方を上に向けて、で下のフラフラさせながら上げたいときはこっちの扁平な方を上に上げてっていうのがこの商品の特徴になってます。でこっちのスカートラバーに対しても天然ゴムを使ってますので、まあ、自然な動きが演出できるといったような仕様になってます。でこのフックもですね、ちょっと大きめの針を使ってまして、まあまあ、通常タイラバーで使ってもらってもいいですし、あとまあ餌を使ったエビラバーだったり、そういった釣り方にも対応している商品となってます。基本的な釣り方を、タイラバーの基本的な釣り方ですか。はい、落として巻く、まあ、これに尽きるんですよ。シンプル、シンプル、はい、でまず底を取る、はい、底を取ってから、今回はまあ着底から20巻き以内に食ってきたということなんで、まあボトムですね、だいたい20回ぐらいをめどに巻くという感じです。で流し方にもよると思うので、その巻き回数に関してはどんどん変えていっていいかなと思います。結構その最初の巻く速さっていうのがスピード分からないんですけど、うん、そうですね、はい、基本的にはそうね、基本的にはどれぐらいの感覚でやるのが、人間が結構早巻きだなっていうスピードでも意外と食いはするんですけど、はい、まあ基本はスロー巻きです、サイラバは。なるほど。でマダイっていう魚はあんまりこう遊泳力がないので起きとんじゃない、ボトムボトムタッチでこれはタイじゃない、タイじゃないかな、何か魚が来ましたね、何か魚が来ましたね、もう結構スイスイ負けちゃうんでそんな大きくはない、本命じゃないのかな、なんだろうな、大きいやつではないけど、白いな、タイか、ちっちゃいタイ、ちっちゃいタイ、あーレンコタイかな、レンコですね、これをあげちゃおう、おー取れました、ナイス、レンコちゃんです、塩焼き肉と、マンオブラックです、 120g、 もう着底と同時にトンと当たってくるような感じで取れました。お、来たよ、当たってる、でもこれちっちゃいわ、今度も色が違う、あ、沖の荒株でした、はい、荒株ちゃん綺麗な色してますね、あやめかさごかな、はい、あやめちゃんです、あやめちゃんをあやめてしまいました、何台、ま、3? 何台当たってるよ、なんか当たってるよ、よいしょどうですか、あ、ダメだ、抜けた、いや、ついてる、ちっちゃいのがエソかな、金魚かなんかつけた、かわいい、かわいい、かわいい、じゃあ今回使用したタイラバがこちら、奄美タイラバという商品になります。でこちらがですね、80g、100g、120g の3サイズ、そしてカラーが5種類のラインナップとなっています。でこの製品の特徴なんですけれども、こちらの上下にですね SIC リングがついておりまして、まあ、ラインに傷がつきにくいといったような特徴があります、うん、ありがたいですね、はい、そして、このヘッドなんですけれども、ヘッドの厚みが薄いときは、こちらネクタイの大きな動きでアピールすることができます。そして逆にヘッドの厚みを上にした場合は、早巻きだったり急流だったりどちら向きになるというような商品になっています。そしてこのフックも特徴的なんですけれども、割と大きめのフックがついてまして、まあまあ太軸で強靭、そして万が一の時にエビラバなんかにも使用したりするような、使用することができるような仕様になっています。
そしてこのスカート部分ですね、こちらもあの中持ちの天然ゴム 100% 使用させてもらってますので、持ちが良くて切れにくいと、かつあの自然にも優しいといったような商品になっております。青菜きっとこの一頭にね、でかい根魚が食ってくれるはずですよ。なるほど。120でボトン取れるね。うん、10メーター出るぐらいです。高菜、来た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 、おいしょ。もうちょっとなんか頭張っても良さそうなんですけどね。なんでしょう、なんでしょう、魚はなんだ。あ、マダイか。あ、レンコ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 ちゃん、おいしょ。あ、外れた、来た来た。これもボトムなんで、なんでしょう、慎重に、慎重に。リーダーも細いんで、リーダー細いんですね。リーダー3号ですね。ゆっくりゆっくり、イカメタルジかけのままやってるんで、ちょっとドラグ緩めでやらせてもらってます。あ、オナ、あ、でもでかい、でかい、あ、オナでかい、いいサイズのオナ、うまそう。あ、誰かと絡んでる。そしてうまそうなやつ、超うまそう。じゃあということで、魚は違いましたが、魚は違いますけどサイズは上がってます。はい、私がレンコダイ、こちらが青菜ですね。はい、青旗ですね。いい感じですね。でかい、いい感じに、はい、結構ひざなんで。まあ、こうやってね、タイラバいろんな魚釣れるんです。そうですね。これが楽しいです、ね。はい、これが楽しいです。レンコは塩焼きにしたいと思います。さあ、ということで、はい、戻ってまいりました。戻ってまいりました。お疲れ様でした。いやー、お疲れ様でしたね。ね、今日本当にね、はい、ちょっと俺声カス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 なってますね。本当にね、もう大変というか、もう死刑具合がね、なかなかイカメタルには厳しい状況だったんですけど、辛い状況では、うん、もう頭の中で私タイラバー抜けてますけど。なるほど。まあまあ、その中でもね、はい、あの状況に応じた、うん、あの仕掛け、最初はイカメタルやって、うん、そうですね、あのやっぱり船が動くんで、うん、その分その揺れを吸収するために重り具に変えた途端に、そうですね、やっぱ2人ともポンポンポンと、はい、ポツポツと釣れたんで、はい、数を稼ぐことができたんで、やっぱりその間に応じた仕掛けとか、うん、まあ、それ吸ってなり、そういう、そうですね、まあ、ルアー変えてることによってやっぱり、うん、あの結果が来ると思います。本日もお疲れ様でございました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、試験の中ありがとうございました。エギボを皆さん使ってみてね。あ、バイバイ。さあ、ということで、はい、マルキー糸島店やってまいりましたよ。ましたね。さあ、もちろんエギボーのコーナーに行きましょう。はい、よし。お、お客さんいっぱい。マルキー糸島店の諸岡副店長に来ていただきました。どうも。どうも。最近のイカメタルいかがですか。そうですね、やっぱり盛り上がってます、ね。おお、盛り上がってる。今年は超コメバッテリー、ね、いい感じですよね。はい、で、エギボーどんな感じでしょう。エギボー、最近出たこの新しいサイズ、はい、これがやっぱり渋いときに、うん、トロトロがいい、ありがたい。そうなんですよ。そうなんですよ、副店長。もう前回ね、私たちもこの小さいサイズでね、そうです、90のスリム、はい、90のスリム で、はい、助けてもらったんで、助けてもらったんで、これ本当に釣れるんで、ぜひちょっと、はい、進めていただけたらと思うんですけども。その中でもね、今回新製品も出る予定ですので、はい、その紹介をぜひやっていいですか。はい、ぜひ、はい、お願いします。今回、新製品でご紹介するのがこちら、エギボーヤリドロッパー EB です。通称私はエビと呼んでます。こちらなんですけども、まあ、通常のね、捨てとして使ってもらってもいいんですけども、私は重り具で使ってます。重り具のエギとして使ってます。日中、やはりボトムに潜んでいるイカに対しては重り具がすごく効果的な場面が多いです。重り具の具としてぜひ使ってみてください。使用させていただいたこちらのエギボー、
ヤリドロッパー EB なんですけれども、こちらがノーマルタイプとザトル入りタイプの2種類、そして、ボディカラーが、ホワイトカラー、ブローカラー、ケイムラカラーの3種類となっています。で、5色展開で展開しておりまして、まあ、いろんなシチュエーションで使い分けができるような仕様となっております。ぜひ店頭並びましたらよろしくお願いします。はい、副店長、見た感じいかがですか？鉛の形状が変わってますよね。これ実は、よく気づいていただきました。ここあるかな、ないか。あのティップランのマスクル進化がこれにはまるようになってるんです。ですのでヨタキとかでイカが浮いた時、これにマスクド進化をつけて、これ単体で誘うことも可能です。素晴らしい、はい、近日発売です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年は紫なんかいいって言いますよね、うん、まあ、ブラック系マオブラック言ってたけど、マオブラックってやっぱ一番売れてるんで、そうですね、違うカラーとかで、いや、まあいいじゃないですか。紫とかも結構いい感じで、ブラックを、はい、はい、ブラックの売り上げをどんどん、紫もやっぱ濃いカラーなので、この3種類はやっぱり色が強いんで、結構人気色になりますね、はい、シルエットもはっきり出ていいカラーかなと。やっぱケイムラに関しては日中使うことが多いかなと思います、はい、まあ、もちろんそのクリアボディなんで、はい、クリアボディとして夜間使ってもあります。ローテーションのとか でグローは、グローに関してはやっぱり夜ですよね。夜、まあ、日中も使うことあるんですけど、はい、夜の方が効果的かなっていう場面が多いですね。いかに飽きさせないカラーローテーションを心がければいいかなと思います。先日お客さんが、はい、この小さいサイズの、うん、ただ この使い分け、あ、なるほど、されて、うんうんうん、あの使い分けに関しては、まあ、こちらも90と105の使い分けでも一緒なんですけど、はい、見ての通りこっちの方がずんぐりしますよ、ね、はい、潮が受けます。あ、なるほど。なので潮が流れる時はこちら細長いで、潮がゆったり流れない時に関してはこちらで、逆に不安定に動かす、はいはい、バランスを崩させてあげる使い方で私は使っています。じゃあそれでは、マルキン糸島店の、おすすめ商品を副店長の諸岡さんにお尋ねしてみたいと思います。副店長、おすすめ商品をお願いします。太田修さんとコラボしたお気づけのタレです。絶対こう、ジップロックに入れてそのまま溶くだけで美味しいイカが食べれます。よろしくお願いします。お願いします。焼いて食うのが私のおすすめです。美味しいです。もう身に味がつくわけですね。そうですね、これはうまそう。ぜひ皆さん試してみてください。よろしくお願いします。ダイナミックに操れ、ひざくら。